はい、どうもタクタクです。寮部地球やっていきましょう。寮部でいいんだよね。はい、ちょっとね、若干積み気味っす。積み気味なんだけど、理科室、あ、まあ、ちょっとどこ行くのあなた、ちょっとついてきすぎ。はい、あの子人畜無害な子だから多分、うん、ここか、関係ないかな。どこがいいんだろうね。これここやっぱ関係あんのかな。ここで、あのね、お札を使おうかなと思って。これでお札とかいけるかな。お札、あ、効かないんだ。これでハンマーじゃない、ハンマー、おら、あ、違う、調べるとえらいことになるからね。ロッカーの中にはモップが入っている。火には十分注意しましょう。あまりなんもないよね。あ、これ読んでなかった。七不思議の犠牲者の話。七不思議の犠牲者の話。この学園での死者は現在合計4人。そのうち2人は狂った理事長の手によるもの。殺された2人のうちの1人の机は霊が見えるという噂で、未だ学園のどっかにひっそりと残されているという。ほう。マジか。参考になる資料だった。お札の効用。お札の効用。お札には効果があるものとないものがある。効果があるものにも用途によっては効果がないものもある。一般的なタイプである悪いものに効くものは、部屋に貼ることで悪いものを封印できる。悪いものに直接貼ることで封印ないし弾く。悪いものから大事なものを見つからないようにする。部屋に貼ることで悪いものを封印できる。部屋に貼ることで悪いものが入室できなくなる。悪いものを入れた箱などにも効果がある。悪いものに直接貼ることで封印ないし弾く。悪いものに投げつけたり押し付けることに効果が発揮。ただし悪いものの方が強力な場合、効果が薄い、もしくは弾く程度しな効果がない場合も、可能性もある。悪いものから大事なものを見つからないようにする。これは人でも物でも効力がある。お札を貼ることで悪いものには見えないようにするのが目的である。また、基本触ることもできなくなる。これ勉強になったんですかね、これで。フラグが立ったんじゃない？学園に出てくる幽霊の話。はい。いっぱい、今2人ぐらいいます。2人ぐらいいました。たまに目撃される。はい。ひたすら追いかけてくる幽霊や、教室で悪い続ける幽霊がいる。いた。いました。これどうすればいいの？これで何かしのフラグが立って、理科室のこいつに、あ、違うよ。理科室の、ちょっと、あれ、いけない。理科室のこいつをだから、いけんじゃない？これで。あ、いけないんだ。わからないよ。もう何もない。というか、あまり触りたくない。わからないな。あ、なんかある。こんなのなかったよ。なんか穴開いてる。覗いてみますか。はい。なんか気になる。あ、突然壁の穴が狭まっていき、ついにナオのお腹にぴったりとくっつくほどの狭さになった。何これ、きつ。なんとか抜け出そうともがいていると、ふと何かの気配を感じた。後ろに誰かいる。この大丈夫？また、ありがちなことされちゃうよ、これ。後ろに誰かいる。はっとした時にはもう遅かった。なおから見えないが、人の形をした複数の影がなおの足をつかみ、靴や靴下を脱がせ、そして、足の下をコショコショするわけでね。クヒヒヒ、クヒヒヒヒヒヒ。これも多分ゲームオーバーでしょうね。思わず声が漏れた。はい。がっしりとつかみ。あー、カリカリと指が軽く引っかくようになおの足裏はくすぐられる。これこうくすぐったいんだよね、これね。あ、何これ、これどう、これもゲームオーバー。ちょっとあだになった。はい。脇腹を何者かにつつかれたなおの視界は暗闇のため、それが何なのか確認することはできない。うん、皮肉にもそれが笑いの起爆剤となってしまった。ふひゃははははひひゃ。
不意打ちに口が開き声を漏らしてしまい、なおは笑い始めてしまった。笑い出してしまってはもうそれを止めることは難しいことだった。脇腹をツンツンと、脇腹も疲れているのか、あれ。なるほどね。これもまたあれなんだろうな、多分ゲームオーバーなんだろうな。足首がピクピクと反ったり、俺女の子になんてことをすんねん。こんな抵抗、相手が抵抗できない状態でひどいと思わないのか。やってみたくない。やってみたくない。絶叫、我慢なんて一分もしていられないほどのおぞましいくすぐったさが足裏から脳へ得られた。これ作者さんの人は何を思ってこのくすぐり絵を作ったんだろうな。これはな、こうくすぐられるという恐怖、くすぐり地獄みたいなものもあるんですかね、やっぱ世の中には。世の中というかそういう系、くすぐり系みたいなのもあるんですかね、やっぱり。昔浦安鉄筋家族で虎鉄がなんかこうすりむけるぐらいくすぐられて、くすぐり系に耐えるみたいなのを見た気がしますけど。そしてなおの体は壁の向こう、普通とは異なる暗闇の異空間へと押し込まれてしまう。そう、笑い処刑はこれで終わりではない。次になおが目を覚めた時、一生抜け出せない異空間の中でまたなおはくすぐられ続けれるんだ。はい、マッドエンドでした。これはもうだから怪しいところを調べてはいけないということなんですよ、皆さんお分かりだと思うんですけど。あ、来た。身代わり人形って確か自分の身につけているものを入れればいいんだっけ。ならいつも使っているヘアゴムを人形につけてと。はい、つけた。あ、身代わり人形手に入れた。え、この身代わり人形何すればいいの。これを何か身代わりにするんでしょう。これ、ちょっと待って、やっと進展したわ。これを使ってこっちじゃない、身代わり人形。あ、来た。ほら、人体模型の前に身代わり人形を置いてみた。怖っ。撫で回してるよ。キモ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 。こうしてみるとただの変質者しか見えない。いや、本当にね、変質者をか。なんかこれでよく観察しろみたいな、調べろみたいなこと言ってたよね。え、なんもないじゃん。ハンマーじゃない、ハンマー違うか。これでお札。あ、違う。え、よく調べろって書いてあったけど、結構調べてるよ。もういっぱい調べろってこと。え、何すんのこれ。ハンマーだって、ハンマー、雑巾。アホだか今。え、まあいいや、これ無視していくか。あれどこだったっけな、書いてあったんだけどな、どっかに。人形はもっとちゃんと調べるみたいな、どこに書いてあったんだっけな。ここか、違うな。あ、ほらほら、人体模型はよく調べて。よく調べたよ、よく調べてたよね。こう来て、怖っ。こうしてみるとただの変質よ。え、調べてる調べてる。裏側、ビーカーは片付けられないまま放置されている。こう十何回も調べるとか。あれ、調べてるよ、調べてる調べてる。もうこれ調べたくないんだけど、これをすることによって何か変わるんですか、これは。まあいいや、身代わり人形かわいそう。あ、これは割るんじゃない、鏡を、ハンマー。あ、来た、割った、割れた鏡だ。黙っておこう。これで、え、あと何がダメな、やってないんだろう。花子さんやった。やったって。で、人体模型も
なんかやった。音楽室はやってない。音楽室やってない。保健室、毒殺保健室、暗くなってから保健室で寝ると誰かに毒を飲ます、苦しんで死ぬ。マジかよ。で、鏡、これもなんかやんないとダメなんだ多分。滋賀の美術室、寝るってこと？寝なきゃダメってこと？保健室、毒を飲まされて死ぬって書いてあったかな。でもな、その分かってんならやりたくないよね、そんなね。このトイレあんまない、意味あんま意味なさそうだな。意味ない感じだ。分からん。ここは関係ないのかな。関係ない。保健室で寝てみるか。保健室に行って寝れないよね。あ、あ、あ、来た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 。ちょ、休もう休もう休もう。はい、休みます。で、毒を飲まされるって書いてあったよ。え、やだ、何、体が動かない。はい、みんな、今日はこのお姉さんを使って実験しようね。はい、先生、今日は何するの？新しいこと？新しいこと？発狂する？発狂する？笑う？笑う？なんなのこいつら。今日はね、薬を使った時の反応を見てみようか。どんなお薬？体の感覚が鋭くなる薬です。痛みとかに反応しやすくなったりしますわ。じゃあ今日はこのお姉さんを痛めつけるの？ふふ先生、それも楽しいですが、残念ながら今日は違います。じゃあ何するの？先生、くすぐるんです。感覚が鋭くなっている時にくすぐられると人はどうなるのかよく観察してみましょう。ちなみに人間がくすぐられるとほんの3時間ほどで発狂するそうですが、このお姉さんはどうでしょうね。わあ、楽しみ。先生、早くやろう。はいはい、慌てないで、まずは薬を。これ相変わらず、うぐ。はい、お薬を飲ませました。では早速実験してみましょう。あ、ちょっとお姉さんの位置が遠い場合は、今日は特別に腕を伸ばしても構いませんよ。わーい、腕が伸びるんだ。く、やらないで。お薬って効いてるのかな。こちょこちょ、ひひ。あは、なんか変な声出たよ。まだ触ってるだけなのにね。ふざけ、ぐふふ、ひひひひひ。何これ、体が触られるだけなのに、くすぐったい。みんな、お姉ちゃんをくすぐれ。もう、わかりますよね、もうこれは。言わん、これ全部見なくても、結果は、各自ちょっと読んでいただいて。このだから、くすぐら発狂するんですよ。おっと、間違えて濃度が10倍の方を飲ませちゃいました。先生、ドジですね。先生、ドジだ。10倍、濃度が10倍。あららららら、触られるだけでたくさん笑っちゃいますと。頭の中ゾワゾワってくすぐったいのが溢れてくる。この子やっぱね、これはこれはもういけない、いけないゲームだと思う。これはすごいごちょごちょされてる。上で、左上で、これどうなっちゃう。これもしかしたらワンチャンあるかな。やべでーやべでーだからね、これワンチャンあるんじゃない、もしかしたら。ジヌジヌグフグヒヒヒヒハヒャダズゲデグエグエアギハ。お姉さんがピクピクしてる。すごい暴れてる。でも笑ってるよ。お姉さん、こちょこちょされるのが嬉しいみたいですね。さあ、もっともっとこちょこちょしてあげましょうね。はーい、こちょこちょこちょビヒヒヒ。これはもうお察しのような展開になるっていうことでしょう。皆さん、こうしてなおは意識を失うまでくすぐられ続けた。しかし目覚めるところでまたくすぐり始められるだけ。あ、なるほど。何十回もこのサイクルが繰り返されると、なおが発見される頃にはもう人としての意識を破壊されているだろう。ああ、どうやらまたくすぐられしました。え、これも結局ここはどうすればよかったんだろう。今度こそお札かな。いや、休まないで。お札違うんだ。ハンマー、
いや、ここもなんかするんだろうと思うんだ。バケツの中に水が溜まっている。ここが雑巾もしかして。あ、違う。これ雑巾は何に使うんだろう。はい、といったところで今回一旦終わりたいと思います。わからないことが多くなってきました。もうちょっと次発見してからだね、次はね。はい、それではまた次回お会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか。よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか。チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。ツイッターとニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないと、お仕置きだべー。